ロベルト・アクア・フレスカは、イタリア・トリノ出身のサッカー選手。FC ・シオン所属。ポジションはフォワード。父親は、イタリア人。母親は、ポーランド人である。1993年に、トリノ FC のユースチームに入団し12年間、過ごしたが、2005年夏に、クラブが破産したため無所属となり、各クラブの争奪戦の結果インテル・ミラノに加入した。 その後トレビーゾ FC にレンタル移籍し2006から07シーズンはセリエ B で35試合11得点の成績を残した2007年夏インテルに移籍したダビドスはその後釜としてカリアリカルチョに移籍すると2007から08シーズン前半戦は控えだったが後半戦にレギュラーに定着してシーズンのラスト12試合で9得点を挙げクラブを セリエ A 残留に導いた。2008年夏にはインテルに完全移籍したが、直後に、カリアリに、ローンで復帰した。2008から09シーズンは、自己最多の36試合出場、14ゴールを記録。シーズン終了後、ディエゴ・ミリートと、ディアゴ・モッタの加入の代替選手として、ジェノア CFC へ移籍。その直後に、 アタランタ BC へレンタルに出されるが十分な結果を残せず2010年1月にジェノアに復帰したインテル在籍時には公式戦の出場がなかったため対談後にインテルで試合に出たかったと語った2010年8月にジェノアからカリアリにレンタルで移籍した2011から12シーズンはボローニャ FC へレンタル移籍シーズン後に ボローニャがオプションを行使し、保有権の50%を取得した。翌2012から13シーズンは、冬の移籍期間に、スペインのレバンテ・ユルディへレンタル。シーズン後に再びボローニャへ戻った。2017年1月31日、ボローニャとの契約を解除しセリエ B のテルナーナ・カルチョへ加入。翌シーズンより、スイススーパーリーグの FC シオンとの契約が、 発表された。2004年から2008年まで、各年代のイタリア代表に選出されている。2008年8月には、ピエル・ルイジ・カジラギ・ヒキール、U ・ユ -21 イタリア代表として、北京オリンピックに出場した。2008年には、ポーランド代表から、UEFA 欧州選手権2008のレギュラーを、 保証すると強く代表入りを誘われたが、イタリア A 代表でプレーしたいために断った。ありがとうございます。